イラストで。そうなんです。ほうほう、何かテーマがあるんでしょ。書かせていただくんですが、うん、今回のお題はさえかのフラット裏話。裏話。裏話だって、うん、はい、こちらでは収録現場での出来事や、うん、まあその他いろいろな裏話になることをですね、はいはい、我々書かせていただきました事前に、うん、はいはい、なんです。ということで一人ずつ発表していきたいと思います。はい、まずは角二先生の角二先生になっちゃった。いいでしょう。お願いします。角二先生お願いします。見せましょう、見せましょう。どうでしょう、今日ね、新たなスケブになってますからね。新しいやつ、スケッチブック、ニュースケッチブックです。はい、おや、私の裏話は、かわいい、あ、かわいい、じゃじゃーん、あや、大西ちゃんにくんかくんかされる、きゃーなんかね、はい、この前もですね、コメンタリーをね撮ってたんですけど、はい、ちょっと床に座れるようなスタジオだったので、うんうん、床に座って体育座りしていたら、うん、はい、大西ちゃんが後ろからシュッてやってきて、後ろからホールドですよ、そう、あ、ウェーイみたいな感じで後ろから動けない状態にされて、はい、くんかくんかされました。さっきのページちょっと見せてもらってもいいですか。さっきのページ、はい、どっちだ。すごい可愛い女子2人が写っている、これ、これ、なに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 、腕を足したかったの。違うの、犬にしにしてるの。こうか、犬にしにしてるの。犬にし、くんくん匂いを嗅ぐのはワンちゃんでしょ。なるほどね、ワンちゃんじゃなくても匂いは嗅ぐから、猫ちゃんも嗅ぐから。綾野さんにじゃれつく大西ちゃんは犬にしだったんだねやばい、みんな打ちすぎコメント。犬にしやばあー、どう、余計可愛い、可愛い、可愛いね、可愛い、いやいやいや、犬にしいや、でも私本当になんか鼻がいいみたいで、うん、匂いが気になっちゃうんですよね。いや、だからね、本当にうかつにね、隣にいて汗とかかけないのいや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 、ほんとほんと、いや、ちゃんと隣に汗かけない、自然に嗅いでるの、ほんとだよ。どういうことですか。なんか、こう、こういるじゃん、で、こう何気なくって感じでっていう感じなの、ほんとにほんとに。もうそれ今嗅いだんですね。そうそうそう、なんかね、すごいナチュラルに嗅がれるからびっくりしちゃう。でも確かに、なんかこう普通に現場とかで萱野さんこうやっていて、うん、なんかもうこのくらいのこういうこういう位置でこうやってですよね。そうそう、あのね、こうやってみたいな、みたいな、近いでしょ、どうしてみたいな今も嗅いだ、さりげなく、さりげなくではなかったよね。もうね、もうそうってなる。でもアフレコ現場でも本当にそうなの。そうですね、だから普通に結構近い距離でみんな座ってるから、うん、この状態でふっと横を向かれてで顔かがれるのよ匂いが好きなんですよね。もう 犬じゃんって言われて犬じゃん、もう犬だよ、犬って呼んで、犬だぞ